けど、ね、でも松原さんはもともとでも俺ざーっと見てたらこの松原さんのあの経歴ってすごいよ。俺あんまりそう意識なかったんだけど今日話するのにちょっと見ようと思ってね、普段見ないんですよ、あの人の経歴は、はい、だけど松原さんはどんなとこなと思ったらね、元キャッチャーで入ってるんですね。そうですそうです、俺あれすら知らなかった。あの高校時代もキャッチャーだった。高校時代キャッチャーでプロ野球入ったんですよ。で太陽は全員30番台がキャッチャーなんですよ。そうすると土井さんが39番、僕が38番、その下に37番島野さんっていう第二キャッチャーがいて、当時のね、あの淡路島から来た人ですけど、その全員30番台だったんですね。でキャッチャーで、どうぞと。あと辻さんがいたでしょ。あれは全然後です。ずっと後です。あのダンプですもん、ここですね、ちっちゃいもんね。あ、両方来ました。ヒゲ辻さん。ヒゲ辻さんも来ました。そうでしょ。一時来てます。そうか。いや、ね、松原さん俺キャッチャーだと思わなかったね。それでいつ転校したんですか。それでね、2年目のね、ファームにいた時に三原監督が来て、お前はあのバッティングを引くんだから、あの、もう一塁やると、キャッチャー多すぎると。だから伊藤さんというキャッチャーが当時いたでしょ。あのその人が3番目で、土井さん、島野、伊藤ってもう3人試合に出る人がいたんですよ。もうキャッチャー多いから、お前一塁行けと。そしたら2年目になったら、今度ねマクマナスっていう外人を連れてきたんですよ。いいんですね、そういえば。バターフィンガースってね、ボールが来るとみんな落とすんですよ。見事に落とすんですよ。ただ打つのはすごくて、来日第一打席で、阪神で、甲子園でホームランをガーンと放って、そしたらね、それが一塁なんですよ。ほんで、松原は外野やれって言うんですよ。冗談やめてくださいよっつって、まあ、ああいう時はなんとなく江本さんに似てんだけど、ベンチアホやって言いたくなったから、その俺嫌だと、一流俺と争わせろと、あれだったら使わないっつったら、あのバッティングコーチの岩本さんが、しばらく経ったら1週間ぐらい経ったら、夏よ、お前もバッティングおかしくなっちゃうから、とにかくライトで出るよっつって。嫌だっつってね、1ヶ月で5年たったんですか。それで、最終的にはライトへ回ったんですけど、なるほど。いや その時あれでも近藤和さんがいたでしょ。近藤和さんはね、ライあのセンターと共用だったんですよ。誰かが一塁がいるとセンター行き、センター、まあ、そこそこ足も速かったし。いや今ふっと思い出したけど、一塁で近藤和さんってなんか一塁うまかったですね。クラブさばきが本当上手だったです。すごいバッティングもこう柔らかいんですよね、担いでね。これで柔軟体操やると一個もいかないんですよ。体のこう関節の硬い方がうまいんですね。この辺が硬いわけで、抜き方がうまいんでしょうね。なるほど。両近藤さんがいたんですか。はいはい、秋人さん。秋人さん。セカンド。後に西武の監督やったりね。はいはい。そう、あの人もうまかったんでしょ、守備とか。まあ、守備は上手だったですね。バッティングはちょっと。こっちが、ね、ちょっと弱かったです。でも日本シリーズで MVP になってね。なるほどね。昭和35年。あ、そうかそうかそうか。MVP 取ったんですよね、ホームラン打って。いや、その頃に、その、三原さんが来て、はい、その前はちょっといろんな人が監督したんですよ、太陽は。その前はね、僕は知らないんですよ、実は。太陽なんていうチーム自体も大して知らなかったから。そうか。ただ、スカウトがね、3つ来てね、2つが引いちゃったんです、途中で。ほうほうほう。で、巨人とね、大前オリオンズが来てたんですよ、なるほど、高校時代。で、無名な高校ですから。うん、太陽は熱心に来てくれて、で、結局、親父の、ふるさとなんですよ、川崎が。川崎に松原線ってものすごく多いんですよ。それで、じゃあ親父のふるさとへ行こうって、そんな感じで入ったんですね。あの、でも松原さんの行ったあの高校、あれ進学校じゃないですか、県立。いやいや、全然違う。いやいや、どうか知らないですけど、まあ普通の県立で。あ、そうですか。ただ僕は別の学校行こうと思ってたら、勉強のできる学校行こうと思ってたら、校長、そこの校長が初めて就任して、野球部強くするからって、うちスカウト来たんです。だから県立でスカウトなんて珍しいでしょ。まあ、本当ですね。じゃあ、校長、白紙で出すよっつったら、うん、分かった、白紙で出せって、入学させるからって、県立ですよ。むちゃくちゃな校長で。めっちゃおもろい人いたな、でも。して、たくさんいましたね。それで、その、太陽にまあ入ってですよ、はい。それで何年かやって、キャッチャーで入ってね。はい、で、その内野に変わって、はい、それで、結構でもまだあっちこっちやったんですよ。あ、やりました。今度、ケンボイヤが来る前に、三塁手がいなくなっちゃって、それで三塁手やって、ああ、そうで、ショート、桑田さんがサードやってたんですけど、ショートに回ったんです、桑田さんが。ところが桑田さんはもう、足は遅くないんですけどね、体が重くて、ね、
足がこんなちっちゃくて、なんか体が結構怪我するんですよ。それで最初にエラーばっかりで、初めて僕はグラブなるものを持ったんですよ。中学校からキャッチャーですから。ミットしか持ってない。持ってないんですよ。それでグラブでもうエラーばっかりですよ。で、桑田さんもエラーばっかりですよ。そしたらそのオープン戦のもう最後の方に、桑原三遊間っつってね、うまいこと書くね、これ。うまいこと言ってる。うまいね、あの記者っつうの尊敬しますよ。俺も自分でね、感心しちゃいましたもん。うまいこと言うなと。桑原三遊間ってすごいなと思って、そのぐらいもう下手くそで、最初ね。で、エラーばっかりしてて、もう毎日見出しですよ。悪口の見出し。で、ある時、中部の、あれ知ってるでしょ、ゴルフの、はいはい、銀ちゃん。はい、中部銀次郎さん。銀次郎さん。あの人のお父さんが、はい、あの下関の大社長で、あ、そうなんですか。本社のオーナーのお父さんで。で、激励会やって、駅の激励会、太陽の激励会ってすごいんですよ。お飲みだらけなんですよ。今じゃ大変ですよね、あれ。ガジラだもん、だって。ガジラ取ってくんだから。そう。昔は。で、その方がちょっと、松原君こっち来なさいっつって、呼びに来たから。言ったらね、これはもうずっと僕のこうプロ野球やってる上で根幹になったんですけど、なるほど、あの松原君エラーしても気にしなさんなと、ほう、ただ同じエラーをしなさんなと、あ、なるほど、ええ、もうしてもいいと、失敗は同じ失敗二度やるのはダメだと、これだけは許せないと。なるほど。で、次の日ね、僕はね、3本ホームランだったんですよ、オープン戦で、下関で。したらそのあれが効いたと思ったんでしょうね、オーナーがね、萩焼きの国宝級の人が作ったね、萩焼きの壺、この間探したんですけどね、何十年ぶりに出てこないですね。持ってきますよ、あれに。どこにもないんですよ。で、そんな思い出があってね、それはだから、僕の野球人生の中で同じ失敗に二度するなっていうのは、これも一つの僕のそこでずっとだから野球だからしますよ、なるほど、しますけど同じものは絶対しないと、うん、でそういうのはずっと20年間自分の頭の中にありましたね。なるほどね。まあそ、結局現役何年だ、20年がやって20年でした、はい、あのみんな知らないと思いますけど4打席連続ホームラン打ってるんですよ。そうですね、阪神戦記録だったんですよ、あなたいないですよ、いや僕いないです、あとですね、あとです、あとです、あのね、上田とね、古澤とね、あとサイドソン、池、いや池江が、池江なんとか、いやいやとね、あの、あのあれですよ、あの、は、俺と何回から一緒に行った池内、池内、もういました、池内から打ってないんですけど、その時は古澤と上田と、うん、あと誰から打ったのかよく覚えないから、去年あいつから村上が5打席打たれたでしょ、4本は結構いたんですよね、4本いた、何人かね、うん、だけどね、4本打てないよ。いや、そりゃそうですよ、ね、連続4三振という人はいるけどね、結構それは僕もやりましたけど、まあでもボールが見えてですね、止まって見えるんですね、あれ止まって見えるんですか、あれ感覚は。それでもう当時あの古澤なんてむちゃくちゃで、まっすぐとカーブだけで、僕あれ大親友ですから、あ、そうですか、今ちょっと病気だ、あ、そうなんですか、楽しいピッチャーだったですよね、むちゃくちゃ苦労じゃん、まっすぐとカーブ全部わかりましたからね、ワインドアップですよ、それは打ちますよ。僕あれこうやってここに来てグラブが離れるとまっすぐなんですよ。くっつくとカーブなんですよ。こんなね、大っぴらな癖を持ってる人あんまり見たことないですよ。話あっちこっち飛び出して、外にエナツがいたでしょ。エナツもいました。エナツも分かったでしょ、結構。エナツはあんまり分からなかった。エナツは僕はもう得意だったんですよ。そんなの見なくてもね。なるほど。そこそこ得意だったもんですから。あ、そうですか。いや、だけどね。まあ20年で2008何本ですか、ね、2000何本ですね、2008本か100本か打ってるんですよ。そうですね、やっぱりあのレギュラーになる前に結構出てますから、うん、ちょろちょろ、うん、なるほど、80打の100打の出てますからね、うん、それが効いたんですね、うん、いやだからもう名球界でもね、松原さんが随分活躍したけど、いやだけど現役時代のそういう弱いチームで、いやあのなかなか2000本って打ってないですよね。そうですね、ライバルがいなかったですからね、あれが辛かったですね。広島は山本浩二と日向さんとしょっちゅう競ってたでしょ、そう長嶋さんは大阪でしょ、長嶋いるし、これみんなある種腹の中では仲悪いですからね、みんな、うん、そうライバルだから打てるんですよ。俺はそういうの大好きで、でね、長嶋さんがですね、王さんとなんか王さんとしょっちゅう競ってたじゃないですか、うん、小葉さんっていう人がある年首位打者へ出てきたんですよ。したらね、影待ってね、頼むから王やっつけてくれって言ったって言うんですよ。
でもこれはこれが美味しいんですよね。いやいや、それで当たり前ですよ。当たり前ですね、それがね。そんなのとにかく言うことじゃない。あの長嶋さんがっていうね、感じをしたんですけど。そうじゃないといかんと思うんですよ、そうです。逆に。そうです。うん、だから、悲しいことに僕はその、うん、この野郎と思うは、あの、ライバルがいなかったんですよ。この人ももう、もう一人。ええ、もう一人。誰かいました、他に。太陽のそれイメージは。あと、まあまあ打つのが中塚っていう。中塚。江尻さん。あ、江尻さん。江尻さん。はい、江尻さんですね。まあ、あんまり打てる人少なかったですね。中塚さんタイプがちょっとね、はい、そうですね。まあ、ちょっと違うね。江尻さんもちょっとね。はい。そんなには打ちませんからね、江尻さんも。いや、だから、今さっきの話じゃないですけど、江尻さん自身も松原さん、割とね、近藤和也、みんな、上品な人が多かったですよ。中塚さんだけど、それはちょっと、わかんないんですけど。あの人すごいいい人でね。うん、本当にいいやつですね。もう本当にね、うん、よう声かけてくれたんですよ。一番監督に怒られるのが中塚でね。ある日俺のとこに来て、うん、松原さん、どうして僕が変わる監督、変わる監督にこういじめられるんですか。そうじゃないと、お前はね、うん、それで下手らないから、監督が出しに使ってるだけだから、うん、失敗するんだと。なるほど。気がちっちゃいやついじったらダメになっちゃいますからね、うん、中塚はヘロカッパですから。いやらしいバッターだったな、本当。いいバッターですね、よく いやらしいバッターっていうのはみんな汚く見えるんだよ、なるほどね。ピッチャーからしたらね、打たれたらスコーンと打たれるとさ、綺麗なヒット打ったなとかさ、ホームラン打ったなとか思うじゃない。